初心者の方が考えるスイング作りの基本についてですでスイング作りの基本は大切なことはゴルフクラブはどうしてもヘッドが重たいのでこのヘッドを振り回す力を上げたいそしてヘッドを動かしてボールに当てたいと考えてしまいます。ですが ヘッドには重量があってそのものを実際動かそうとするとその動かした重量によって自分が持っている持ち手の手のの方も動きが余計についいてしまいますですので当てにいってはいけないっていうのはどういうことかっていうと当てにいく動作をすると手でクラブヘッドを当てにいくっていう動作を行うとクラブヘッドの重量が当てにいった分だけ違う方向に動き その動いた物体の力が負荷となってまた自分の手を違う方向へ動かしてしまうことになりますですのでヘッドを動かすというよりはこの手元をどこに動かしたらいいか考えながらスイングしてあげた方がヘッドが余計な動きをせずにスイングが円滑に行われますこのようにヘッドから動かしてしまうというのに注意を置いてボールを 打っていくことが大切になりますで、その時にもう一つ注意したいのがこのヘッドスピードといってヘッドを速く動かしたいという気持ちがありますで、このヘッドスピードといってヘッドがボールに向かっていくスピードを早めるということは大切なのですがそれをやることによってヘッドをすごく強く動かすという意識になってしまうとまた先ほどの ヘッドの動きで手が動いてしまうという状態が起こってしまいますのでなるべく最初に考えたいのはこのヘッドを早く動かす動作よりもどうやったらゴルフクラブがボールまでの道のりを短くできるかそしてゴルフクラブが動いていくのに余計な負荷がかからないかっていうのを考えてスイングしていただければボールを打つ時に自分にとってえー リラックスしたスイングが身につきますのでなるべくボールまでの到達時間そして移動距離を短くしてあげるようなスイングを考えてゴルフスイングをそのまま意識してスイングしていただければボールを打つ時に正しく打ちやすい状況が整ってくると思いますそれをヘッドのスピードを早めて打つっていうような意識で打ってしまうと体への負荷も強くなってしまいますので。 なるべくやるべきことはどうやったら時間の短いうちにボールを打っていけるかということを考えてスイングしていただければゴルフスイングがうまく作っていけるのではないかと思います。